肌をきれいにするために睡眠を改善するポイントを10個紹介します。まず朝ごはんを食べること、それから朝は外に出て太陽の光に当たります。蛍光灯の光じゃ体内リズムを戻すのにちょっと弱いんですね。もし昼寝をするなら午後3時まで30分以内にします。毎日同じ時間に寝ると美肌効果があります。寝る1時間くらい前にお風呂でしっかり温まります。深部体温が下がっていくときに眠気が来るんです。お風呂から上がったら部屋を暗くしてなるべくぼーっとします。蛍光灯じゃなくて間接照明くらいの明るさがいいんです。寝る前にテレビやスマホは見ないようにします。ブルーライトで脳が覚醒して深部体温も下がりにくくなるんですね。ベッドで横になってからスマホ見るみたいなのは最悪です。寝酒はやめます。何か飲むならカモミールティーがいいです。寝る部屋にはベッドと布団だけにして余計なものは置かないようにします。常夜灯もつけない方がいいんです。豆電球でも肌で光を感じてしまうんですね。朝光が入るようにカーテンをちょっと開けておくといいです。できることからやってみましょう。